亀戸駅ご通行中の皆様、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員津田良司と申します。私たちは NHK スクランブルデモなどを開催し、 NHK の公正公平と集金人が来ないように、皆様にスクランブル放送をお勧めしておる組織であります。夏の参議院選挙に私靴沢は立候補する予定でありますが、そこで訴えさせていただく公約の一つに外国人参政権反対、外国人生活保護給付反対というものがございます。調べてみましたが、国内にいる外国人にフードスタンプを配布したりですね、協会がご飯を食べさせてあげるというようなことをやっている国はありましたが、自国民と同じように外国人にも生活保護をあげている国は日本しかありません。日本だけが不公平であります。外国にいる日本人が困ってもフードスタンプはもらえても生活保護はもらえません。こんなのは一方的で不公平だと思います。私の住んでいる豊島区で生活保護をもらっている外国人の中にアメリカ人世帯というのが数は少ないですけれども存在しておりました。世界一豊かなはずのアメリカの国民が日本の豊島区で生活保護をもらっているという、アメリカ政府はこのことについて恥ずかしくないのかな、非常に不思議に思います。アメリカで日本人が生活に困ってもアメリカ政府は日本人を生活保護してくれません。日本だけが一方的にアメリカ人の生活を保護する、その他の外国人の生活を保護する、これは非常に不公平なことであります。聞けば厚労省の国会答弁によればですね、外国人の生活保護のために年間使われるお金は1280億円だそうであります。ということは0歳児の赤ちゃんから100歳のお年寄りまで一人当たり年間1000円以上外国人の生活を保護するためにお金を出している、こういう計算になります。そういうわけで誠に不公平でありますので、私は外国人の生活を保護するために1000円も出したくありません。もう70年もやっている制度だということですけれども、こんなのは早くなくすべきだと思います。理不尽で不公平すぎます。その1200億円があったならば困っている日本人どれほど助けることができるでしょうか。外国人よりもまず日本人を優先すべきだと思います。そういうわけで夏の参院選では外国人生活保護の廃止を訴える予定であります。その他にもですね、9条の破棄や外国人留学生超優遇停止や、スパイ防止法制定なんかも訴えるつもりであります。それとですね、女系天皇絶対反対であるとか外国人参政権反対であるとかですね、北方領土竹島奪還などというのは
日本人にとって当然すぎる事柄、当たり前の事柄ですんで、参院選の公約からは省略してあります。チラシに書いてないからと言ってそのことを考えていないわけではありません。日本人なら当たり前のことですから、書いてなくても私を責めないでください。今日は外国人生活保護は非常に不公平であるというお話をさせていただきました。ありがとうございます。亀戸駅ご通行中の皆様、お騒がせして申し訳ございません。我々日本改革党では NHK のスクランブル化を要求しています。現在 NHK に受信料を支払っている人と支払っていない人といらっしゃいますが、どちらも同じように日本国内で NHK の放送を見ることができます。大変不公平な状況となっております。ですのでこういった不公平なこと、それからネットの徴収も、ネットからの受信料の徴収というのも NHK は進めています。そのうちスマホを持っているだけで、タブレットを持っているだけで、車のカーナビを設置しているというだけで NHK に受信料を支払う、そんなことになりかねません。我々は NHK のスクランブル化を要求しています。